エリフカッツ・エリフカッツはニューヨーク生まれのアメリカ合衆国及びイスラエルの社会学者、コミュニケーション学研究者で、もっぱら利用と満足研究によって知られている。マスコミュニケーションの分野におけるポール・ラザースフェルドとの共同研究によって知られ、特にコミュニケーションの2段階の流れの理論の発展が最も目立っている。現在はペンシルベニア大学アネンバーグ、 コミュニケーション大学院のコミュニケーション名誉教授である。1989年、ガッツは権威あるイスラエル賞を社会科学部門で受賞した。2005年にはユダヤ人社会科学研究協会が毎年授与しているマーシャル・スクレア賞を受賞したが、この賞は社会科学的なユダヤ人研究に重要な学術的貢献をした長老学者に与えられるものである。 2013年、ガッツはノースウェスタン大学から名誉学位を与えられた。2018年にはペンシルベニア大学から名誉学士号を与えられた。ありがとうございます。